やる前が 83.5。 しゃー、計測です。 79.5。 よっしゃー。日常的に息の上がる運動をしてない人は腹横筋がどんどん低下して呼吸が浅くなってしまって血液の循環が悪くなる、カロリー消費が悪くなる、お腹がへこまなくなってくる。1回やっただけで3センチへこみました。嘘だよって方はメジャーで測ってみてください。息を長く吐くのがコツです。長く吐けないと腹横筋が使えません。口を膨らませて、フグのように、ふーっと長く吐いてください。体を少し起こしてください。それでは、行きます。体を横に持ってって起こします。スタート。息は長く吐いていきます。肩甲骨だけ浮かせる感じです。どんどん吐いていきます。ぐーっと体を起こして。よし、オッケー。それでは反対です。こんな感じです。正面ではなく体を少し横にずらします。このまま起きます。いきます。スタート。しっかりね、寄せてる側のウエストの方に効いてればうまくできてます。ふーっと長く吐き続けてください。だんだんね、お腹が熱くなってきます。あー、きつい。しっかりね、体を寄せて、オッケー。ガーハ、1セットでも結構きつい。2回目いきましょう。体をしっかり寄せた状態から起こします。スタート。しっかりね、ウエストを締めてください。ぐー、きつい。あー、長く吐いて、これはきつい。腹痛い。あー、頑張って。 OK。 ダーはー、これはきつい。し、体を今度反対に寄せていきましょう。スタート。起こしてキープ。首疲れる方は頭を取って、あー、息長く吐いて、きつい。生き返った。お腹がね、ギューってなったらね、しっかりできてます。あともう一回ずつ。これはきつい。みんな頑張ろう。いきます。スタート。しっかり体を寄せて、起こして。みんなきつい。みんな一緒だ。息長く吐いて、きつくなっても止めないように。だー、あー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 。さあ、しラスト。しっかりね、お腹の奥に効いてますんで、あともう1回だけです。いきます。スタート。長く吐いて、疲れても止めないように。ラスト。じゃあ、聞いた。お腹の上部を掴んで引っ張りながらグリグリ動かしましょう。スタート。楽に座ったままでいいです。ちょっと引っ張りにくいよって方は、ちょっと前かがみになってお肉集めてつまんで引っ張りながら動かします。このね、引っ張ってね、痛いよっていう人は特に硬くなってる証拠です。お腹の脂肪が取れやすい時っていうのを、柔らかくなって痛くないですから、しっかりね、引っ張りながらつまんでグリグリね、取れろーって感じで。よっしゃ、今度はね、真ん中、腹部の真ん中をつまんで動かしましょう。お腹の脂肪なくなれって思いながらね、やることで減っていきます。しっかり引っ張ってね、頑張っていきます。
しょう。もし掴みにくいよって方はね、上半身裸でやった方がいいです。服があるとやはり摩擦が起きちゃうんで、皮膚がね赤くなる可能性があります。しっかりね引っ張ってグニグニとねいろいろ動かしてみてください。よーし、 OK。 はい、今度はね下腹部、しっかり前かがみになるとね掴みやすくなります。しっかり掴んで、ここがね一番取りたいとこですよね。しっかりね揺らして、もう雑巾絞りのように絞ってね、引っ張って剥がしていきましょう。持ちにくかったら何度かね持ち替えてください。しっかりつまんで引っ張りながら剥がしていきましょう。よーし、 OK。 今度はね右側のウエスト、脇腹をね引っ張っていきましょう。はい、今度斜め横に引っ張る感じですね。あと少しですからね。このね引っ張った後にエクササイズに入ります。ちょっとグリ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 動かしてから、ちょっとねやっぱり前側より横側の方がね痛いよっていう人は、横に脂肪がね固まっている証拠です。あんまり引っ張っても、ね、痛くないよっていう人はねいいです。はい、反対です。反対もしっかり引っ張ってね。私はね横の方がねちょっと痛いなって感じですね。しっかり引っ張ってグリグリと揺らしていきましょう。あんまり引っ張ることってないっすよね。で、筋膜ってなんか抑えるばっかりがね、筋膜じゃなくて引っ張るのもね筋膜リリースになるんで、しっかりねお腹周りはねなかなかローラーでね押さえつけられないんで、引っ張りましょう。